大宮の方は下田監督が就任されてボール保持のところですよね。しっかりこう握りながら相手が来たとしてもしっかり剥がしていくようなところっていうのは注目ですけども、ここの取りどころっていうところですよね、はい、このセカンドボールを取れるかどうかというところ、うん、小島が左奥抜き前には向かせない、そして右足を振り抜いてきました、奥抜きに対しての川崎、そこに荒木が絡んでいく、あちょっと引っ張って後ろからそういう動きがありましたけれども、前線は川田のところに黒川走り込んできている、そして浅田、黒川、中に川田、黒川、川田に出す、ここはヨルディバイス、前を向く宮吉から松田天馬、行かせた宮吉、しかしここには川寺のディフェンスでした。奥抜き小野から左、黒川スペースに出した、小野、中には川田がいる、その川田狙って止めて、もう一つ、もう一つ、豊が前、その豊に一度預けたところは西村の対応、ここも芝山も行きました、あここ、これでのところ武田からファーサイド落としたの宮吉、三沢からファーサイドへのボール、浅田を狙ったところでした、そのこぼれたところは南出ます、バイス上げてヘッド、豊落として宮吉止めた、壁がありました、三沢もショートコーナー使ってきました、小野から高田左足で上げてきた、ファーサイド今いる、ここも白井の集中力なんとか残して、しかしここは大宮ボール、小野から小名が芝山に出して上げてくる、落として小島です、バイスから宮吉、さあ大宮ボール、小野、今がいるスペースに出した、受けるか、ゴール前フェアするかですね、サポートはどうか、まだ来ない、まだ来ない、今から左足まだ打たない、そして中央芝山左足、そして福岡庄司からもう時間がありません、上げてくるヘッド、最後はバイス、最後はバイス、ネットが揺れたという一戦になりました。